広告費全体がまあ若干減少傾向という話の中で、はい、ネット広告がまあ飛躍的に拡大してますね、はい、これトレンドですよね、うん、これも見てみるとこのやっぱりこのスマホだとか、まあ、今後 5G とかで、ね、うん、単なるなんだろう、こう文字情報だけじゃなくて画像さらに動画と、ね、まあ、いうものにやっぱりこの広告も気軽にシフトしますよね、うん、でまあ今 DX ってことでまあ DX 進めようってやっぱりスマホや PC をもっと活用しようって話ですから、はい、どんどんそういったこうディスプレイを通した、まあ情報取得っていうのに今拍車がかかってくだろうと、うん、それからやっぱりこう、まあ、ビッグデータですよね、はい、様々なネット上の情報のデータっていうのがまさにその個人の行動や様々な、まあ興味のある対象物の思考やその振る舞いっていうのをねこう解析するに、まあ、非常にこう適してるっていう話で、まあ、そういったこう分析そこから得られたその情報に基づくさまざまなねこう戦略っていうのが可能になってたと、はい、まあ、いうことで、まあ、ネット広告、まあ、一つまあやっぱ費用対効果が非常にいいということですね。まあ、八王子地域に新聞広告を入れるって言ったってね、果たして興味ある人が何パーセントいるのかみたいな。そう、なんかあれも結局ほらばらまくだけで反応がよく分かんないですよ、昔の時代。それが当たり前だったらですね、昭和時代ね。そうなんですよね。でもネット広告の場合は本当に効果あったかどうかってもう秒で分かるっていうかね。そうですよ、まさにターゲット広告、はい、ね、そのこの年代のこの地域のこの人のこういうのこれのこういうのっていうことに広告打ちたいなっていうふうに思ってるとしたら、それが今もう可能ですもんね。ですからまあ数が絞れる、ターゲットが明確だから、まあその何一件一件は多少ねお金が高いのかもしれないけど、総額で見るとまあ安かったりまあしますし、さらに効果検証がもう非常に明確ですよね。広告を打った結果どうなったのとか、見たの見なかったのとかも含めてね、うん、まあ、そういったようなこともあるので、まあ、非常にこう使い勝手がいいというか、うん、逆にそのターゲットどういうふうにターゲットを絞れるかみたいなところが、まあ、その非常に重要だし、広告を募集する方向からするとまあ、そんなにうちはこんなに、うん、対象をきちんと絞れますみたいなね話がやっぱりこの、まあ、広告代理店というか、まあ、そういった業界にとっては非常に重要になってくると、まあ、いうことですよね。それから何といってもやっぱこの SNS、まあ、Facebook、YouTube、インスタ、TikTok、まあ、いろいろありますけども、こういったものとの連携っていうかな、まさにねこういったものはもう広告で成り立ってたもんじゃないですか。はい、ここがまあ非常に大きいですよねっていう話ですね。それからまあこの検索エンジンというのもやっぱりこのビッグデータとかその様々で、まあ、もちろん検索エンジン自体にね様々な広告がまあ乗っかってきますし、まあ、これ本当に、そういった意味で、まあ、そのネット上の様々なコンテンツ、まあ、ゲームもそうだし、まあ、いろんなものがありますけど、そことあらゆるものとのこの広告っていうのは連携が可能にまあなってきますんで、まあどういったこう媒体や、まあ、アプリや、ね、いわゆるコンテンツ等をどういうふうに広告に反映するかみたいなところのやっぱ戦略というかこうところをうまくやることによって、まあ、この業界っていうのがまだまだねこう伸びていくんだろうというような、まあ、感じがしますね。で最近はねうるさい広告をやめるとためにお金を払うみたいな。そうですね、プレミア会になると広告が出たり、そうそう、ね、広告 見えなくていいよみたいなね、広告を見ないことに価値があるっていうね、そうですよね。そう、まあ、要はその広告があるのを前提出してるんで、ね、ただのようだけど実はねただじゃないっていうね。まあそういったような話になってるんで、まあ、こういう話はね新聞織り込みない代わりにな、お金払うみたいな話ないですからね。そうですよね、うん、そう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 、うん、まあ、だからそういうこう話もあるぐらい、まあ、やはりこうなんていうんですかね、こう、まあ、新たなこう、まあ、価値というか、まあ、そういうこうなんだろう、まあ、ベースがやっぱりこうかなり違ってきますよね、うん、まあ、そんなのがやっぱり、まあ、トレンドとしてあるよねって話です。で、まあ、まさにね孔明さんも使用してる、私は個人的には全然使用してないんですけど、
広告主の裾野がもう拡大してますよね。本当そうですよね。ね、まあ、今までね、まあ、大手広告代理店、博報堂やら、いろいろなところを使ってやる、これもうそんなところ使っただけでもう一体いくら取られるんだって感じじゃないですか。本当ですよね。ね、敷居が高くてさ、一般の人たちとかって、はい、行けなかったですけどね。うん、まあそういった意味じゃね、こうその規模のちっちゃな中小企業とか、まあ零細企業もこう打てますし、さらに個人だって全然打てるってことですもんね。だからそういった意味で、ね、だって上場企業でさえやっぱり電通にお願いすると1億物件になっちゃうから、案件になっちゃうんで。そうだね。だからやっぱりね、もうちょっと小ぶりな広告代理店にお願いするんですよ、読売広告とか。なるほど。うん、昔もね。そうですね。大掛かりなプロジェクトだけみたいな、ね、電通みたいな感じですよね、やっぱりね。ですね。それが今やね、もう個人がクリックして広告打てるっていうね。まあ、まさにそういう裾野拡大っていうのが、まあ、ありますから、ね、まあ、そういった意味じゃ、こう、まだまだね、この広告件数っていうのも増えてるでしょうし、まあそんなにビジネスとしてもまあ非常にこういい感じがしますよね。それから、まあ、まあこういう状態になるとやっぱ既存広告で食ってた方々、この人たちやっぱピンチなんでね、まあネットへの移行ってのはどんどん加速してきますよね。そうするとやっぱりその広告業界とか、まあ、広告を元にいろんなことをやっている業界、まあ、今後まあいろいろ見ていきますけど、まあ、メディア関連ですよね。あと雑誌とか、まあ、そういったような、あ、まあ新聞もそうかもしれませんけど、そういったようなところっていうのには相当な影響があるでしょう、まあ、いうことで、まあ、広告業界のね、まあ、再編、うん、広告大手ね、まあ、先ほど電通、博報堂、まあ、いろいろあると思うんですけど、そういったようなところもね、もうこれ相次いでこのネット広告に参入、まあ、買収だとか提携だとか、まあ、いろいろどうもやってるようですね。だって電通さんでさえ最近はもう YouTube 広告とかすごいでかいですよ。そうですよ、うん、その辺がなんだろうな、まあ、本気でやりだすとまたそれはそれでまた影響があるでしょうけど、うん、かといって別に個人で全然出せますからね。出せちゃうんですよね。対抗しちゃいますしね。広告代理店にお願いするなんか特別なバリューがなければ、そうね。そう。だからディスカウントなのかね。ね、うん、まあ YouTube の動画なんか見てもね、個人で結構面白いのいっぱいやってますからね。そうですね。ね、だからそうやってこう伝える手段とか、あとはどうやってね、そこに、ターゲティングするかとか、あるいはその内容を面白くするかみたいな話になってくるんで、うん、まあだから、また新しい展開っていうかがあるのかなっていう意味ではね、まあ、ちょっとこう面白い、はい、まあ、いろいろこう変化が激しい業界って感じがしますね。はい、はい、まあこういったような、まあ、ところが、まあ、このネット広告ということで、まあ、このね、業界のトップ3、サイバーエージェント、デジタルホールディングス、あとアドバイス、この辺をですね、また個別に少し、まあ、見ていきたいなというふうに思ってます。はい、はい、まあ、本当インターネット広告っていうと今はね、本当リアルにいた広告代理店とのもうね、どっちがどっちなんだみたいなね話がありますよね。そうですよね、はい、そういうのもあるんですけど、はい、はい、ぜひ学ばせていただきたいなと思います。はい、またよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。